ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちらモンキーキッドのポリバッグです。モンキーキングロボですね。ミニメカと書いてある通り、サイズは小さいです。このセットは今のところ非売品となっております。残念ながら4月11日までのキャンペーンで現在は終了しています。今後他のキャンペーンだったり量販店で販売されたりするかもしれませんね。モンキーキットを含めて5500円以上購入でゲットできました。オークションやフリマサイトでも売ってましたが、1000円出すなら他のセットを買った方がいいと思います。このレゴストアのキャンペーンカレンダー派お店でもらえます。ゲットしといて損なわないと思いますよ。あとお店によってキャンペーンが違ったりもします。マネにチェックですね。それでは開封してみましょうか。気になるピース数ですが、65ピースでした。65ピースでモンキーキングのロゴができるなんて、嬉しいですね。如意棒も気になりますよね。でっかい山のセットハレゴの回の動画でチェック。ということで、本日もよろしくお願いいたします。
です。それではごゆっくりどうぞ。もう一度見てみましょう。なかなかかっこよくできてますね。顔がちょっとあれですが、全体的にいい感じに仕上がっていますね。頭と手足が動かせます。ポーズはそこそこ自由に取ることができます。そしてこの如意棒がかっこいい。こちら派別のセットのキットのミニフィグ。ロボの如意棒の方がちょっと長い。大きさはこのくらい。ミニフィグ2体分ですね。そして、気になるあの部分に注目。ウィンナーじゃないか。頭にたこ焼きつけている、9000章のチームのマスコットみたい。どうにかならんかね。現実逃避中。いろいろポーズを考えていたんですが、今のが一番しっくりきたんですよ。このロボですが、足の裏がこんな感じなんです。そしてバランスも取りづらい。サムネの写真、ミノルはゼロフェイク使ってます、わら。ということで、今回はモンキーキングのミニロボでした。ご視聴ありがとうございました。